山口市狭山のフランス料理店、山口ビストロ三つ和です。大阪出身の三つ和慎吾さんが去年1月、妻の地元にオープンしました。フランスやニューヨークで磨いた腕で人気を集め、経営は順調でした。ゴールデンウィーク明けまでは、閉めたので、もう全く売り上げはないですね。感染拡大の影響で客足が遠のき、来月6日まで店を閉めることにしました。まあ、閉めて今時間はすごいあるので、まあ目先のことだけじゃなくて、もっと先を見据えて何かできることがあればと思っていろいろ計画してます。休みだからといって何もしないわけにはいきません。まず始めたのは動画投稿サイトでのオンライン料理教室です。こう子どもたちが喜ぶような好きなメニューをこう分かりやすく子どもと一緒に教えることによって、まあ家とかで親子でやってもらえればいいかなっていう感じですね。でも行くよ。うん。こんにちは。こんにちは。今日は5回目です。今日はいちご飴を作っていきたいと思います。アシスタントは長女のモカちゃんです。果物を切り分けます。あ、ちょっとカメラさん寄ってもらって、最初はこんな感じでボコボコボコってなってるんですけど、だんだんこうグツ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 ってなんか マグマみたいになります。カメラの担当は妻の安子さんです。雨の温度が、家族で過ごす貴重な時間にもなっています。もう少しかかる。今回はフルーツ飴の作り方を紹介しました。果物を飴でくるんで冷やすと完成です。はい、いい感じです。じゃあね。お疲れ様です。どうですか、実際やられてみて。いや、緊張します。どうでした？うん、おいしい。おいしい。うん、子供はまあ楽しんでやってるんで、はい。父は緊張して困ってますけど。今月17日からほとんど毎日続けていますが、本音を言うと人前で話すことは苦手です。100人以上が見てくれる日もあり、励みになっています。ちょっとは緊張するけど楽しいなとは思います。まあ、お父さんみたいな料理人とか YouTuber になりたいです。この機にホームページ用の写真も更新する予定です。プロのカメラマンに依頼し撮影も済ませました。新しい加工場を作ろうと部屋の改装も進めています。いつかは地元の農家と一緒に特産品を加工して売り出すつもりです。できるだけ早くは、はい、うちとしてもお店は再開はしたいんですけど、先が見えずに不安ばかり募りますが、休業は再開に向けた充電期間として今できることに向き合います。